そうします。はい、どうぞ。あー、すっきりした。オッケー。多分ドライヤーもかけなくても、あー、ね、もう乾きました。乾いたんで。ありました。はい、お待ちどうさまです。いくらで？はい、4,400円頂戴いたします。はい、5,000円からお願いいたします。ありがとうございます。はい、600円のお返しです。はい、はい、すみません。ありがとうございます。タバコとか吸えます？外は。この辺。の方が外の、捨てるとこあります？近く。ね、収納っていうのは、この先行くとパチンコ屋さんのところに。あ、パチンコ屋さんありますか。うん。このスーと先行くとパチンコ屋さんがあるんで、こっち行きます。すいません、ありがとうございました、はいはい、コメントで生きてるやつリアルで喧嘩できんのか。どこでも行ってやるわ。懲役も怖い、ビビってねえからな。どこでも行ってやるわ、来いよ。どこでも行ったるわ。出てこいよ、文句言ってるやつ。やったるわ。あ、すっきりした。髪の毛チリチリでね、イライラしてたし。おお、300ナイス増えたわ。ありやす、諦めないぞ。行くぞ。アンケート開封します。リタイアすると思う？はいだね。坊主にしてもまだリタイアすると思ってる？マジか。つかガチ恋息してるかな。嫌われちゃったかな、イケメンとか言ってる人。離れたかな、坊主して。また伸びる？イケメンではない？ガテン系でしょ？見せて。何系これ？ちょっと顔、大丈夫これ？怖い。まあ、20代にはモテないだろうね。 JK とかにモテなさそう。俺の好きな。まあいいか。でも気合入った。 OKOK。 ほな、見てくれとか言ってらんねえわ。これぐらいやらないと歩けねえわ。髪の毛とか格好つけて、その見たくれ気にしながら歩いてたら絶対に無理だわ。わかるでしょ。もう何もかも捨ててやらないと、気合い入れて。そしたらナイスも押してもらえんよ。負けてんだから。4000ナイス、それひっくり返そうと思ったら何かしないと。で、人をネタにじゃなくて自分まずネタにできること全部しないと。自分をネタにして気合い伝えていかないと。 LINE 入れたよ、1っていう数字。ここに入ってる人すら1。下手くそかよあいつ。傷じゃねえか。ただのこの前高層でナイフ持ってやつがいたわ。おう、わしに向かってくるんや。わしに向かってきて急に切りつけてきたんや。とっさにかわしたんやけど、頭の横5針縫う怪我を負ったわ。その後どうしたんですか？埋めてやったわ、生コンで。
ドラム缶にぶち込んで泣きながら詫びてたわ。命だけは助けてください。許されへんわな。わしが許してもわしの射程が許さへんわな。涙流しながらうんこ垂らしながら、あんたらもよう覚えとき、俺に牙向いたらどうなるか。わかった。かな来たんす。これどこだろう、どこだろうな。ゼロ番組、ちょうどステッカーもあるんでね。あいつもう背中チクチクするけど毛が入っとるな、これ背中まで。リタイアするなよ。わかりました、ありがとうございます。ターさん、なんで坊主、まあ、チリチリの髪の毛におさらばしたか。まあ夏だしね、まあ、また伸びるわすぐ。でも彼女いるっていうのもでかいよね。色気づかなくてもいいんじゃないかなって。やっぱ俺ね、あの彼女いない時の方が色気づくんだよ。美容院行ったりとかさ、格好つけたりしてやるでしょ配信。彼女いる時はね別にいいかなって。一回トゥイシャス脱いでペンペンしたら、で坊主にしたら安心するでしょ。やっぱ離れてるとやっぱ心配だろうから、やっぱ女好きだしね、そういう意味でもいいんじゃないかなって。歩くためにやってるからね、女にモテるためじゃないからね。坊主でもこれじゃできないでしょ、浮気なんて。いや坊主じゃモテないよさすがに。汚らしいからひげ剃った方がいいな、ひげを。よく考えてる。とりあえず2000ナイスいけば、あとは頑張れば3000ナイスも見えてくるよ。今日3000ナイスいったらプレッシャーだぞ。向こうも、向こうもプレッシャーだよ。プレッシャーかけないと、俺の強みは長時間ふわっちやるんで、向こうはやらないでしょ。キャス逃げるから。こっちはもう後ろからプレッシャーをかけるしかできない。頑張れ、ありがとうございます。こんにちは。向こうはモンジョイのナイス。頭で帽子、ああね、養分の帽子ね。結局今月もナイスナイス。いやフワッチ配信者っていうのはイベントがナイスナイスやってるでしょ。毎月ですよ。俺もナイス やってない時イベントイベントやってるんだから。そうでしょ。帽子持ってる、養分のタンプレ、養分のタンプレ持ってるんで。タイトル変えるか。ゼロパパナイスください。悪いね、ゼロパパナイスください。お願いします。ナイス流して、いやそんなことないんじゃない、
ここまだ足立区かな。これもハーツつけてきてない。あのね、つけたんだけど痛くて首がヒリヒリして。何これ、稲荷大魔神だって。稲荷大魔神、これ神社とかもできないんでしょ、配信誰かがやるからさ。なも1900年されます。これあんまりダメなんでしょ。大明神か、大明神やめるわ、バカができなくしたからね。映したらダメとか、どん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 配信やれんくなるやんけ、バカのせいで。令和4年7月5日、みやびくん、配信サイトふわっち、暴力行為で A 版。 DV 見た？見てない。誰に DV したの？嫁？うん、はい、お疲れ。奥さんに DV したんだ。うん、奥さんに。で、怖い話していい？配信もなくなってさらにストレス溜まって、しかも誰も止めれないから、もう DV がね、 あの熱くなるよ。熱くなるつか、あの激しくなっちゃう、うん、悪化するんだよ、加速する。で、下手したら警察沙汰になっちゃうね。お帰りいらっしゃい。もうさらに、しかもだって配信がなかったら配信に映らなくていいでしょ、奥さんが。だから顔とかもバンバンバチバチいくと思うよ。うん、だからパクられないと。キャスも A 版だよ。怖いでしょ。奥さんかわいそうっつってもね、自分で選んでるからね、男を。あの、みやびくんは俺よりも選んじゃダメな人だよ。みやびくんは DV 系は。DV 系だけは選んじゃダメよ。うん、俺はまあ口じゃん。うん、でモラハラもそんな強ひどくないし、俺の場合。ちょっとチクチク言うぐらいでしょ。うん、可愛いもんだよ。奥さん殴ったらしいよ、奥さんをね、配信中に。ゼロワン様、たびたびのご連絡失礼いたします。ライブ配信事務所の7月キャンペーンの報告、還元率が 100%。よ、しつけよ、ふわっち最高。天下のふわっちから俺をね引き抜こうとなんて甘ったれんじゃねえよ。俺はふわっち運営さんには絶対的な忠誠心を誓ってるんだ。俺はどこにも魂売らない。俺は結構来るよ。うん、なんでおすすめ規制解除してください。おすすめ規制解除されたらもうちょっと増えるんじゃないの、やつらもナイスもどうなの。一途だよ俺は。新規が来ないからね。いや、閲覧数で自分で選択しないとダメなんだよ。初めないから、登録したばっかりの時気づかないんだよ俺の存在に。初コメありがとうございます。
いや俺おすすめ乗ってない。還元率100、あれは口説き文句だよ。裏があるよ絶対。あこれ美味しいよね、ここプロント、いろんな駅にあるけど。頑張って歩くぞ。普通にいないから。冷蔵庫は前受け取り。だから予算も閲覧下がってるんだよ、金梅さんと。おすすめ乗ってないから。予算と俺と金梅さんおすすめ規制なんだよ。直してくれないんだよ運営さんが。人が映ってる、仕方ないんじゃない。何したの？養分と1週間半になってからで、養分は治った。俺だけ治らない。養分は治ってる。あ、クルちゃんもなったんだ。クルちゃんも閲覧減ったでしょ。どんだけ貢献してるんだよ本当。うん、視聴者中は乗るんだけどね。ちゃんとみんな視聴者を入れてるでしょ、カテゴリーに。養分びいきすごいよ昔から。髪の毛見せろや。ナイスお願いします。顔ボコボコです、日焼けで。はい、みやびくん別端末で配信してるんで通報してね。 A 版配信者なんで残念だけど、はい、アカウント違うアカウントでね放送したらダメなんでね、もう諦めてね、そればっかりは許されないよ。はい、 A 版なんでねできないっすよ。ナコが何しようが違う端末で やってもダメですよ。許したれや。じゃあアイコは、近藤組長は、ゆいがは、なんで、まあ、奥さん殴ったらしい。泣き毛だよ、顔出して泣けよ。うわ、ラーメン。あ、 A 版が嘘の可能性はあるよ、ワンちゃんね、うん、A 版が嘘の可能性はワンちゃんあるけど、それはダメだね。うまそうやな。A 版じゃないの？そうなの？彼女のこと好きなの？そうなの？ひよこから、泣くぐらいならそういう放送するなよ。みっともねえやつだな本当。
相手も飛ばなくなっても泣いて、嫁殴っても泣いて、みっともねえよ本当、同じ男として。嘘泣き、同情に落ちもねえ DV 男に。奥さんが泣きてえわ。ああ女が泣きてえよ。バツ4でしょ、バツ4で何回学習しない、何回失敗するの。あ、もしかして奥さん、え、みやび本人じゃないってこと、なりすまし、なりすましか、声的にどうだ、声的に本人だね。バエさん、あ、ヨッサンがユキンコちゃんとコラボ以来配信してないのは、これ完全にそういうことなんで、あ、ユキンちゃんとコラボ、コラボ以来ユキンコちゃん配信してない。ユキンコちゃんっていうのはゼロワンのセフレなんでしょ。いや、元リスナーです、ユキンちゃんは。で、その子とコラボしてからいなくなったんだよ、ヨッサンが。はい、これはどういうことなんですか、ゼロワン的には。あのゆきんちゃんは関係なくて、最近あの競馬配信でバカにされてるのが聞いちゃって、やってないんじゃないかな。